藤本咲です。今回はイヤホンガンガンサイレントクッキングをしたいと思います。イエーイ。ルールは簡単です。イヤホンガンガンゲームをしながらお料理するだけです。ももがレシピを伝えてくれるので、さきとじゅんなはその言葉を読み取ってお料理していこうという企画です。はい、今回のメニューはハンバーグです。それでは早速やっていきたいと思います。ポーチ。じゃあちょっと材料を説明していきたいと思います。こちらのミンチ、卵、牛乳、玉ねぎ、食パンです。じゅんとハンバーグ作るのは初めてです。じゅんちは2、3回ぐらい、じゃあ全部じゅんなに任せたいと思います。それではレッツゴー。音楽じゃあ流したそうなのでレッツスタート。それではまず玉ねぎをみじん切りにしてください。玉ねぎ、あ、玉ねぎ、うん、お、あ、そう、あ、おお、切る、ね、何切り、みじん、みりん、うん、今日はジュンナがアシスタントをしてくれます。じゃあそこにお肉を入れてください。お肉、うん、でそこに塩コショウをサササッと、卵、いつまでこれ、いい感じになるまでじゃん。いい感じちゃう。え、なんかパン粉でかくね。なあ、パン粉でかくね。もう形を成形する。チーズインハンバーグにする。チーズインハンバーグにするか、チーズオンハンバーグにするか。タイム。ちょっとママ、あのジュンナ口隠れてるから何もわからん。もち。さっきハンバーグ作るの初めてやねんで。空気を抜け。しっかりね。初めて、うん、あ、2回目、うん、1回目ハンバーグ失敗したから、うん、2回目成功して嬉しい。まだ成功かは分からへんね。分かる？え？じゃあ嬉しい。ん？そんなこと思ってる。え？
なんでそんな固まってんの？なんてもーち。あとは美味しく後ほど食べたいと思います。それでは以上、ちょっと先のお調味でした。バイバーイ。カタツイビツ完成しました。これの名前はジュナ。え、やっぱ命名シナ作った人たちが、愛情込み込みチーズインハンバーグです。イエーイ。どうしてください。いただきます。いただきます。チョキチョキ、うぱー、インちゃんです。あーい、インちゃんだ。うん、うん、うん、おいしい。うん、おいしいけど、あの、食べたことないぐらい薄い味する。次は別のものに挑戦してみたいと思います。それでは以上、藤本咲でした。マイティー。その後ソースをかけたら星 4.5 ぐらいになりました。とってもおいしかったです。バイバーイ。ゆんなさんとソース大成功。